美味しそう。いただきます。いただきます。おかえりバンのけバン。50年後も妻にモテたいバンディです。とはいえこの T シャツはどうなんて思った。そこのあなた、これは僕が作ったのではなく妻が作って僕にくれたものです。ありがとうございます妻。皆さん、バーミヤンのラーメン美味しくないですか？美味しいんですよ。宅配でもねやってくれます。今回買ってきました2人分ねありますけれども、今日はこのバーミヤンのラーメンを使って妻を喜ばしたいと思います。ラーメンといえば何でしょう？チャーシューだっていう人もいる、麺だっていう人もいる、スープだっていう人もいると思います。しかし人によってはこれナルト、ナルト大好きっていう人いるんじゃないでしょうか。かくいう僕もナルト大好き、もっと入っててもいいのにって思ったことある人も多いんじゃないでしょうか。で、妻、私の妻うんちゃんなんですけど、練り物大好きです。なんならこんなでっかいタイのかまぼこ買っちゃうぐらいね、練り物大好き、ナルトも大好きです。というわけで今日はこのバーミヤンのラーメン、ナルトたっぷりのラーメンに変えて提供したら喜んでくれるんじゃないかと思ってやっていきたいと思います。それではまずナルト、バーミヤンのラーメン美味しそう。チャーシューが美味しいんですよ。海苔もねもう入ってます。ちょっと時間経ってだんだんぬるくなってきてるので急いで作っていきたいんですが、中豚の麺と具材をスープの入ってる容器に入れる。500ワットで5分、700ワットで3分、600ワットは4分かな。どうやって提供したらびっくりするかな。これ薄く切れば切っただけたくさんあるように見えるんで。ナルトってこうやって売ってるじゃないですか。でも使い切んないっすよね。あ、斜めに切った方がおしゃれだったかな。まあいいや、斜めとか俺上手にできないんで。ナルトって本当でもこうやって売ってるけど、ラーメン1回では使い切らないし、チャーハンとかにする人もねいると思うんですけど、すごい量になる なすごいな、これこんなになるんですよ。これ使い切んないですよね。皆さんどうしてんだろう。僕の分は普通にまずレンジアップしちゃいます。あーもう美味しそう、めっちゃ美味しそうですね。バーミヤンラーメン、これ僕の分なんです。まずチンしちゃいます。で妻の分、美味しいなバーミヤンラーメンマジで。でここにこのナルトを並べていきます。あ、もうこれで最高じゃん。2個ぐらいだよね普通入ってんの。けどやっぱね、ちょっと冷蔵庫に入れてたんで冷たいんで一瞬チンしてあげた方が優しいかなと。海苔沈んじゃうのちょっとね申し訳ないね。今更申し訳ないもクソもない気はしますけど、いかがでしょう。金も。これ提供するときにバレちゃうよな。なんかいい方法ないかな。これでいこう。ちょっと不自然だけど、あ、いいじゃん。冷めないように蓋しときましたっつって、これでダーンって、あ、これいいじゃん、これ、わーっつって。こうしましょう。これで僕の分ができます。あー、美味しい。わー、すぐ食いたいけど、妻の分やんないと。これを、じゃ今から温めます。これで妻の分温めたら妻呼んできて、作戦実行です。完成したよ。完成した。これはこうしてね。妻の方だけしてあったら変だから、俺の方も。あ、落とし蓋になっちゃう。なんか蓋。よし。準備 OK。じゃあ、妻を呼んできます。皆様。ご飯できたよ。ありがとう。いい匂いが。
ああ、今日は頼みました。何しました？あの、冷めないようにと。バーミヤンのラーメンです。美味しいよ、ほら、美味しそう、美味しそう。いただきます。いただきます。いただきます。めちゃくちゃうれしい、うれしい。面白い。ちょっとカメラない。写真、写真。それ面白くない？何なんこれ。持てた。持てたかどうか分かんない。これ何？1本出たの？1本。好きでしょ、なると。好きだけど、うん。いただきます。伸びないうちにね。じゃあ、なるとから。うん。うん、あ、美味しいね。美味しい、うん、僕のはもう伸びてるわ。あ、一緒に作らんかった。うん、あと、なんかこのナルトで蓋されてめちゃくちゃ熱いんだけど。あのナルト、俺もちょっと出てくる。あれな、美味しいわ。めっちゃありだと思うよ、このナルトラーメンって。ナルトラーメンってなんでないんだろうね。チャーシュー麺もあるのにさ、海苔ラーメンもあるのに。絶対いいよ。うん、うまい。うまいね。ご様、てってれー、言うの忘れてた。カメラありまーす。でしょうね。このナルトうまいね。おいしい。なんだろう、一緒にチンしたからなんかちょっと味吸ってて、うん、香ばしくなっておいしい。ナルト全然いけるね。いけるいける。バーミヤンラーメンだから合ってるっていうのある。うん、なんか普通チンしないじゃん、家で。うん、あ、チンするやつなの。うん、というわけで1本ってさ、なかなか使い切らないじゃん。1本も入ってるように見えないんだけど、うん、意外と1本入れてもなんとかなるっていうのが分かったっていう謎の検証結果もありつつ、うん、妻は喜んでくれました。モテました。ありがとうございます。モテたかどうか知らないけど、久々のモテたいシリーズだったんで、うん、ただこれはね、ラーメン屋でメニュー化してほしいです。確かにないのかな、どっかに。あるなら食べに行きたいな。以上でございます。この動画いいと思ったら高評価、チャンネル登録お待ちしております。ありがとうございます。ありがとうございます。ナルトラーメン作ってくれるよっていう、定番メニュー化してくれるよっていうラーメン屋の人お待ちしております。食べに行きます。それでは皆さん、いってらっしゃい。いってらっしゃい。バイバイ。バイバイ。食べよう。美味しい。